はい、春 YouTube、皆さんどうお過ごしでしょうかということで、謎企画、2023年の1月25日中に、動画ね、23本、あげますということで、iPhone ね、3台使って、バリバリ撮影してね、演奏したりとかしてやってます。正直めちゃくちゃ楽しいですね。いや、本当に、この生産性あるかないかで言うと、まあ、僕からしたら生産性あるんですけど、生産性爆上げして、楽しいわけなんですけど、子供の頃思い出しましたね。僕、10年間一人っ子だったんですよね。後から双子の妹ちゃんを、ができてね、僕みたいなアホでも一応長男として、人生生きさせてもらってるんですけど、ずっと一人っ子で、お父さんとお母さんが仕事の間ずっと一人で遊んでるところを思い出しましたね。まさに今はそんな感じなんかなみたいなね、感じも思うし、多分こういうのが好きなんでしょうね。人生のルーツは子供の時の童心の時に隠されてあるとかってね、やっぱり言いますし、まあ、自分はこう今 YouTube やってんのっていうのは正直向いてますね。一人遊び好きなんでしょうね。みんなとワイワイもいいんですけど、一人でなんか自分と向き合ってなんかするっていうのもね、自分のキャラクターなんだと思います。で、自分のキャラクターが分かるとどんどんね、人生イージーモード、人生軽やかになるし、何がしたいのか何がしたくないのかっていうのがね、分かってくるんで、それを突き詰めていくのが人生かなっていうふうにも思っております。今で4本目かな、4本目、動画撮って、だからあと19本かな、あと19本今日中に動画をアップするっていうね、謎企画。なんでやるかって言ったらただ楽しいからで、僕インスタグラムもやってるんですけど、そっちの方にも謎に23本投稿の方をしてる最中です。インスタグラムとね、YouTube の使い分けが正直できてなくてですね、インスタグラム、ツイッターはやろうとしてるけど全然できてないんですよね。他の SNS、YouTube だけじゃなくて、他の SNS 発信媒体も使って、自分を表現していきたいなって思ってるんですけど、いまいちね、その使い分けができていないのが状況であります。で、インスタの方にはね、過去動画とかを載せてるんで、YouTube だけが、がっつりオリジナルで、撮っていってるような感じで、一応使い分けというのはね、してるつもりです。ねえ、まあ、何の 脈絡もなく話してたんですけど、そうね。やっぱりね、生まれてから死ぬまで、自分追求、自分を知ることっていうのがね、人生の意義だと思うし、本当に自分を知らないとね、きついんですよね、人生が。だから僕もね、人生八方塞がりになってた時って、やっぱり向いてないことしてた、ツケが回って、まあ、メンタル病んだとかね、そういうことだと思いますし、まあでもね、それが幸せ研究所やる今の新しいジャッキーになる序章でもあったんで、全ての道筋は間違ってないとも言えるんですけどね。まあ、意識してたらね、自分とは何かっていうのがちょっとずつ分かっていくし、1日0.1歩でもね、10日で1歩進めるわけなんで、その積み重ねが楽しいし、自分のことってやっぱり知りたいし、まあね、恋愛とかでも仕事とかでも自分知らない限りはおそらく失敗する。うまくいってたとしても果てには失敗すると思うんですよね。自分を好きじゃないと人のことを好きになることっていうのはできないみたいなんですよね。まあ、なぜかというと、自分が好きっていう空いてる器が埋まってない限りは、自分のこと嫌いなのに第三者好きになるって結構きついんですよね。それ執着になっちゃうんで。だからね、今日も明日も自分のことを好きになって、僕も今日23本あげてるこの最中でもね、楽しいし、あ、ジャッキーっていう人間おもろいやついるなというふうに思えてるんでね、これを引き続き毎日毎日継続していくと、どんどんやっぱ楽しくなるなっていうね、そういうお話に、執着どうやらできた模様です。ということで、またやってきます。ありがとうございます。